2018年最後の対決サクサクセス。戦う選手は平成最後の夏の甲子園を盛り上げた2選手、吉田輝星と根尾昂と対決だい。今画面に映ってる2選手は高校野球を基準に作られ再現された吉田とそして根尾ということになります。めちゃくちゃ強いだろう。過去の対決サクサクセスで挑んではいるんだが当然敗北してる。ヤバめな成績残してきたからね。まあ今年最後の対決と同時にですね、今回はリベンジ対決サクサクセスにもなるわけですから、もうこの2選手以上の怪物スター選手を作り今年1年を締めくくれたらまあ最高なんですけどね。どうなるか、現在シリーズの連敗っていうのは7連敗ととにかく負けて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 負けが続いてる状況ですから、この大型連敗をこの動画で止めるか、それともこの大型連敗を来年にも持ち込むのか非常に大切ですよ。今年のことは今年で終わらせておきたいので、今回は必ずこの2選手以上の怪物を作り勝つよ。まずは吉田輝星と同じ投手のポジションの選手を作っていくからね。作る際の球団設定は吉田くんはですね、日ハムドライチで入団することになりましたので同じく日本ハムで作りましょう。持ち込みアイテムはね、今回はねちょっとどちらも同じカードを持ち込んでいきたいと思います。大丈夫博士登場カードと改造手術成功カード。今年もですねたくさんこのカードでいい選手を作ったので、最後までこのカードを持ち込み、いい選手を当然作っていかなければダメだからね。やっていこう、レッツ対決サクサクセス。ステージ11、やらねばならぬ理由がここにある。連敗を止めるからね。さあ初期能力は Hシンカーがついてますね。大丈夫、博士の手術はあのカードを持ってる限りは必ず成功するんだからね。まあそこに至るまでも強くして、また博士に強くしてもらいましょう。ただこのカードを持ち込んでる時っていうのは割かす落とす率が高いので、まあその辺注意していかないとね。選手にも会いましたわ。誰だこれは。エースコントロール7にキレ丸がついたぞ。いいねいいね、キレ丸は変化球の特殊能力ですからね。だから、まあ、変化球を武器にする選手っていうのを作ればですね、よりこの特殊能力が生きるわけ、またそれが成績にもつながるわけですから、いや持ってて正解ですよ。まあ吉田くんといえばですね、あのストレートなんですけども、僕の選手は別にストレートが武器じゃなくても構わないからね。新たな変化球が追加されましたよ。これは一体なんだ。 V スラですね。いやいいじゃないか、 H に V にアルファベットが好きなのかしらね。日本の選手ですからね、もっと日本らしい変化球を覚えろって言いたいが、何でもいい、強くなれたらね構わんよ。このステージもこれで終わりです。ステージ5で博士がね出場じゃない、登場するためですね、まあ、基本温存しながらになりますね。ただここまで温存しながらも順調に作れてますから。お、でまた別の方向の変化球パネルありますよ。あれはカーブ方向ですね。もちろんトリュー、ほんで強くなりゅう、当たり前でしょ。宝箱もあるからね、そっちもね。どうしようこの場合。まずは宝箱から行こうかな。中身は請求超人で、ね、いいですね。請求力は D の55と、まあ再現されて作られた吉田くん以上にもうすでにありますからね。で新たな変化球はドロップ。いいなお前、いろいろと手に入れてるぞ。なかなか取得率が難しいやつだと思うんだけどね。次から次へと手に入れてくるね。カレン登場もビビる必要性はないですね。もう次のステージ行く予定ですから。おっ、奪三振までつきましたよ。いややっぱ三振取るってなんぼだと思うんですけども、ええ改造手術成功カードを落としちゃったようですね。なので博士は登場するけども、手術成功するかしないか俺の運。さあどうだ、今年最後の運試しだ。もちろん博士の手術は受けますからね。そして成功すると信じてますから僕は。大丈夫、気にしないで、絶対やれるから見てて。まあ博士が出てくるまでまだ時間はありますからね。できることっていうのはたくさんあるわけですから、選手をとにかく強くしていきましょう。そして博士にもっと強くしてもらうんやで、ね、そのつもりやからね。俺もつもりで来てますから、ここまで裏切られるようなことはないと思うんでね。赤パネルが消滅、そして宝箱の中身はスタミナ超人伝で、いいよいいよいいよ、最低限のスタミナもコントロールも得たが、ちょっとねそこに君が出てもらうと困るんですけどね。ゴールに行く道がなくなるわけですから、これまずいですね非常にね。こっち来ないことを祈るのみですよ。はい、もうこちらとしては前に進みます。来なかったね。でどう来るんだ、急に後ろを振り返るなよ。俺はまた上に上がるからな。おお、よかった、止まってた。まあ、こういうこともありますからね。イエース、まず運の部分をなんかここで使っちゃったような気がする。本来彼に吹っ飛ばされる感じだったんだけどね。ただなんか運があったのか吹っ飛ばされずに、どうやら次のステージ行けそうだ。うわ、青パネルも追加。まだここにいたいけど、やっぱ体力温存して次行かないとね。
いやどうなの、次の博士が大事なんだよ。博士のとこでね運使えなかったら何の意味もないからね。さあ最終ステージ、博士はいるはず。どこにいる、場所によっちゃ会えない可能性もあるが、いやそこか、いやちょっと待てよ、横に特化パネルがあるから、これ踏むことによって全部急速パネルになりますからね。ダメだよ、他の能力も上げないとダメですから。これ一回シャッフル踏みましょう。金縛りで動けないよ。いいぞいいぞ、なおさら博士に会いやすい状況になりましたから、とりあえずシャッフルで博士そこに来る。いやだからなんで特化パネルのとこにいるんだよ、これ踏んじゃったら全部変わるんだよな。もうダメだね、会いに行くしかねえわ。特化パネルは踏んじゃいますけどね、仕方がない。あーでも博士こっち来るから、いやこっち来てよ、カモン、イエーイ。全部コントロールパネルもうすでに変わってるんだが、いい、博士の手術さえ成功すればね。さあ頼む、今年最後の運試しだ、博士俺に力を与えてくれ。ウェーイ、手術が終了した。結果はよーし、いけるいけるいける、やれるやれるやれる、勝てる勝てる勝てるっていうほど強くないけどね。よーし、どうだみんな、これが俺の今年の運だよ、これが俺の集大成じゃ、どうじゃこの野郎、ええやろ。いやもう改造手術成功からなんて持ち込むまでもなかったですね。あんなカードそもそもこっちからいらねえよって言いたいんですけど、ちょっと待ってよ、そんなのんきなこと言ってる場合じゃないですね。ちょっと彼も近づいてきてますし、でもうコントロールしか上げれないからね。あー野球マン来ましたから、野球マン、あー近い近い近い、これも運いいよ、ほらここに降りてくるから、イエーイ。野球マン1号にもあって体力も回復、もちろん能力も上がりますからね。うわやばいやばいやばい、めちゃくちゃいい選手じゃないですか。まあ、とりあえずね、もう本当何度も言いますが、コントロールパネルしかない以上、コントロールを踏んで、もうそのコントロールを最大の武器にしたらいいと思うんですよね。なので、S の100、目指したいんですけど、これどうだ ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、余裕でいけますね。はい。ここからも行きますよね。はいはいはい。ここから踏んで踏んで。はい、S の100到達。吉田くんにはない武器を持っている。また吉田が持ってるものを俺も持ってもないですけど、それはいいでしょう。いい選手の完成だ。これがまず一人目。次に作る選手はネオくんと同じポジションの選手になりますね。球団設定はネオくんはドラ1で中日ドラゴンズに加入しましたので中日 で持ち込み相手は先ほどと同じく、まあ正直ねもう運がいい男ですから、この改造手術成功カードいらないと思うんですけど、まあ念のためにね、これと博士登場カード、この2枚を持ち込み、先ほど同様、いや先ほど以上に強いやつ、やべえやつ作りましょう。レッツ対決サクサクセス、ステージ111。さあこちらも気合を入れていかないとダメですよ。初期能力はなかなか高いスタートですからね。いいよ。で宝箱もありますしね、最高じゃないか。最強の環境が整っているからこそ、まあねエクソみたいな選手は作れませんからね。ネオくんに匹敵する、いやネオくん以上のやつを作るよ。まあ遊撃手でペナント回しますのでね、ネオくんといえばまあ投手もできたり外野を守れたり、非常にユーティリティなね、ものを持っていますが、あくまでも今回はショートですので、まずは最低限の守備能力っていうのを手に入れていきましょうかね。守備が悪い選手がショートにいるとですね、僕の投手にも影響があると思いますので、そうなったらちょっといろいろ面倒だよね。わちょっと待って、ゴール手前にマイナスパネルあるじゃないか。これもこっちから行ってこう行って、まあ青パネルはまだ残ってるけど体力温存して、これで終了ですね。次次次ステージ2、あーかー、ダブルアップ、久々に来たね、1ヶ月ぶりくらいですよ。はい、まあこれはご存知の通りね、青を踏めばより上がり、赤を踏めばより下がるっていう感じですからね。赤は絶対に避けねばならない。見て、能力の上がり幅とかえげつない、4とか上がるからね。フォッ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 フォー、でまだまだ青踏む、うわっ、あ、いやいやいいですね、ちょうどいい感じにばらけてくれたって感じか。弾道も4、まあ4も必要ないけどね、正直なところ。うん、まあまあでもいいでしょう。まあネオくんのような選手をまたこれまた作る必要はないですからね。ネオくんとはまた違った武器を持っている選手っていうのを作ればいい。例えばパワーの部分で言うと、まあネオくんも B とありますけども、ただね、そんな超あるってほどじゃないので、僕の選手はネオくん以上の守備力を持って、なおかつパワーも超ある選手を作ればええやん、簡単やん、それができればね。体力回復、いやいいよ、順調そのものが、本当に壁がないわな。青パネルも追加、おい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 、風向き変わったな。いや正直さっき作ってた時カード落とした瞬間、あこれあかんわって思ったんだけどね、全然あかんくないわ、むしろ順調や、はは楽しい。どうしようかな、まだパネルは残ってるけどね。いやここまでちょっと温存しましょう、ステージ3が本番じゃない、次からだ。ほんで博士も出てくるしね、ここからです。問題はうまく体力を使いながらやっていかないと。ステージ4、
いいですね、また宝箱があるので。ただね、ちょっとミート能力上げられてないんで、まずそこからちょっと上げていきたいですけどね。カレン、いやこれもね、ちょっといる位置がそんなに悪いとこじゃないですから、無視していいですね。まずは宝箱優先で。おーい、でまた出現。これ一回そこの宝箱取るわ、うん、で中身は走力超人ね、 D の51で、選手にはアイシャッフルを踏み、宝箱も取り、やれることはたくさんある。うーい、カレンは横だが、これも運があるからね、横だからいいんだよ。オーケーオーケー、カレンハメはもう成功ですよ。逃げんな。おーいえー。そんでね、この先に宝箱とおにぎりパネルもあるので、いやついてるね、やることやることついてるわ、マジで。相手力も9回復で、宝箱は守備力超人で、守備力もまあ最低限ゲットしましたよ。ただやっぱ打力がないので、そこをテーマにね。焼けば1号もちろん合いますって言いたいけど、ちょっとどうだ、こっち来るかな。いやこっち来て、いや急な切り返し、ちょっと待ってよ、あってよ、焼けば助けてほしいんやで。いや、あ、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。もう一瞬どうなることやらと思ったけどね。いや最終的に助けてくれるのが野球マンですよ。センキュー。さあ体力を温存して最終ステージで博士の手術を受けましょう。会場手術成功カードも落としてないですから、 100% 手術は成功する。能力はさらに上がる、間違いない。さあ博士、どこ会う、強くしてもらう、どこだよ。ちょっと位置的にね、微妙なとこでは正直あるな。どうだろう、まあとりあえず宝箱からまず取って、あっちから来てくれました。こっちから呼ぶ必要もなかったわ。中身は総力超人でね、 B の77。博士ストップ、博士はは、ここで落とす。どういうこと、この流れで落とす。いや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 、ちょ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 、これ神様が試してるんだね、俺のこと。すごいでしょ、このタイミングで落としたからね、博士目の前にして。いやでも大丈夫、さっき何やった、これで手術成功したの俺じゃないか。まあ俺がやったわけじゃないけどね、ただ俺にはその運があると思うんで。はい、行きましょう。博士逃げないで、これ以上博士に強くしてもらえばネオ君にも勝てる、ネオ以上の化け物にもなれるからね。先ほど同様よろしくお願いします。ウィーン、手術が終了した。結果は、ほらほらほら、今回やばいって。もうすごい、これガチだよ、これリアルガチだからね。2回続けてこれだからね、すごすぎね、やばすぎね、驚きね、やばいね。逆にお前なんでこんな最後にこんな立て続けにこれまでにもっとこんなこと起こっててくれてたらもっとやばかったのに。でもね、ちょっとまだ位置的にカレンがいるのでそこは注意ですけどね。いやーもうちょっと近いな、お前どっか行けよ。野球マンいないんで自力で解決するしかないんでね。いや金縛りとかねえかな。体力回復、 OKOK、 まだ終わらしたくないですよ、当然ね。得られるものっていうのは他にもありますから。いやでもちょっと位置が悪いんで、どうしようもできないって感じですけどね、これもう。いやもうこれでいいんじゃないかな。ほらもう彼にもロックオンされたしね、もう十分すぎる運は使ったので、これ以上はここに長居する必要もない。いい選手もできた、これで終わり。立て続けにラッキーなことが続いておるが、最後まで続いて連敗止めれるか注目ですよ。これから互いの選手をペナントで回していきます。ペナントで回す際は、12球団で今季最も勝率が低かった楽天に吉田ネオペア、僕のペアを加えて、今回はペアとしての対決になるんで、個人の成績だけではなくてペアとしてのバランスだったり、またチームの順位っていうのにも注目していきます。投手の起用法はローテーションは1番手で調子次第、野手の起用法は打順3番で遊撃手を予定しておりますのでね、まずは僕のペアから回していきましょう。完全運だけで作れた2選手ですからね、まあ能力もそこそこに高いですが、果たしてこの2選手がペナントでどんな成績を残し、そして弱い楽天を勝たすことはできるのかどうか注目して見ていこう。僕のペア1年のシーズン開幕試合。僕のペアが率いる楽天の1年のシーズンが終了しました。まず事前にですね、通常の楽天をですね2回ペナントで回した結果、このようになりました。リアルほど弱くなくですね、1回も最下位にはなりませんでしたが、まあ勝率5割以上も乗ったこともなければ A クラス入りっていうのもなかったので、まあ果たして僕の選手たちは楽天を A クラスに勝率5割に導けたのか、楽天の順位確認といきましょう。オープン、ダダダン、
What? リーグ5位59勝76敗の引き分け8で勝率4割3分7。通常の楽天よりも弱いじゃないっすか。僕のペアが加わったことによってね、お前どんだけムードバツついとんねんね。チームにもたらす悪影響大きすぎるでしょ。いやいや、上がるはずですからね、本来はね。通常の楽天よりもあれだけの選手が加わったんだから。ただ落ちた、下がった。何なんでしょうかね。まあ野球っていうのはたとえ2人加わったところで、まあ、変化がないっていうのも正直ありますよ。やっぱチーム全体でやるものですからね。ただもしかしたら僕たちの選手が足を引っ張ったからっていうのもあるし、他の選手が足を引っ張ったから、まあいろんなね解釈ができるとは思うんですけど、まあそれは成績を確認すれば一発でわかるでしょう。チームの順位は残念だが、果たして個人成績はどうなのか。まずは投手の方から確認です。成績オープン、ダダダダダン、どうだ。防御率 4.03、 嘘でしょ。なんでこうなるのってよくよく考えたら、だって球速ないんだもんね。この選手には確か針の穴を通すコントロールがあるが、それだけじゃ無理なのか。プロ野球では、いや、いけると思うけどね。厳しい現実が待ってましたね。いい選手はできた、ステータスも高かった、でも出た成績は二流や。間違いない、防御率から 4.03。 でもイニングは196イニングと投げてますから、その点に関してはやばいですよ。まあ防御率が悪いので8勝11敗の負け越しの勝率4割2分1。登板30試合で完封1、完投2、QS19 で率は 63.3%、 HQS10 個で 33.3%、 奪三振131個で三振率は 5.99、 フォアボール51個で四死球率は 2.47、 基本塁打が23本と浴びて率では1を超えてますから、まあ9回投げると絶対1本以上はホームラン浴びるという計算で、被安打199で被安打率が2割6分3厘、得点圏では2割6分3厘、これも同じですね。対左には2割9分5厘と打たれてて、ウィップは 1.27 でのフィニッシュということになりましたね。まあ能力から見ていくとですね、やっぱ先ほど言った通り球速がもう少しあればですね、このコントロールも一つ最高の武器になり、もっと数字は良くなったと思うんだけど、そもそもがマックス142キロ、今の時代に140キロ出るか出ないかのピッチャーは通用しないのは当たり前か。いや、投手は非常に残念でしたね。楽天があのような順位で終わったのも納得ですよ。ローテ1番手のエースが防御率4点台なんだからね。また則本で見ていっても則本も良くないですからね。騎士だけですね、まともに機能してるのは。とりあえず投手の成績はこんな感じで、そして野手ですよ。もしかしたら野手がヤバめな成績を残してるかもしれない。期待させてくれよ、頼むから。成績オープン、ダダダダダン。率は2割5分下回ってる。まあ率の選手ではないですからね、パワーとかそっち系ですから。いや、とはいえの2割5分下回るネオとの対決でありえないでしょう。でもありえたわ、数字目の前に映ってます。143ゲームフル出場での580打数の143安打、2塁打22本、3塁打は4本、そして本塁打何本、23本。そこで差を開けていかなきゃダメなのに、お前その部分で超微妙じゃねえかよ。いや、ネオ君これくらい打ってきますよ。前回対決事実打ってきたしね。こんなんじゃあかんよ、パワーの部分で差つけなあかんのに。塁打数242で打点75打点、得点圏で1割8分5厘とチャンスに弱いんでございますね。とにかくね、魅力なし。得点84、三振134個と、まあ三振も多いわな。フォアボールが50、対して選べてるというわけでもなく、盗塁は8個、まあ、全て成功しているんですけど、この辺起用法がついてないのでね、正直もっとやれたと思う。しかし8個で終わっちゃいましたね。まあ成功率10割は評価しましょうよ。出塁率は3割0分8厘、長打率4割1分7厘で OPS は7割2分5厘というね、あの君単体で見たら遊撃手でこれだけ打てるっていうのは魅力的。なんかメジャーリーグにいそうですよね、この手のタイプはね。俺正直好きだよ、この打率でこの本塁打って。あ、ロマンを感じ、魅力を感じ、自分の自チームに欲しいかって言われたらノーセンキューですけど、まあ他から見てる分ね、あ、いいじゃん、魅力的じゃんみたいなね、まあ目線で見れるんですけど、ただ自分のチームにこれがいるということを考えれば、やっぱり率の点から物足りないし、
やっぱその率が低いことが出塁率にもつながってますからね。3番起用でこの出塁率はマジでないですよ。そりゃ楽天が得点稼げない理由だわ。 OPS で見てもね、最高 OPS が7割9分5厘のウィーラーですからね。暗黒半端ねえ。よく最下位にならなかったな。これ以下のチームってどうなの正直よくないと思いますけどね。選手はいいのはできたと思ったんですが、投打含めてこの成績、いやちょっとないですけどね。守備で見ていくとエラー10個は多いが、まあ、守備率的には全然低いですから、まあ、もしかしたらゴールデングラブもありえるかもしれないが、たとえゴールデングラブ取ったとしてもこの攻撃力じゃあのネオにも勝てんぞ。取れるタイトルなんてあるのかしら。年間表彰式、まあ、とりあえず期待だけさせて、なんか取っててお願い。まずはベストラインから。あ、通ってますね、遊撃手で。いや、パリーグの遊撃手といえば、まあ、源田もいて今宮もいるんですけどね、その中で僕の選手が選ばれるような成績ではないんですけど、まあ、どうやらこのペナントでは僕の選手ということですね。まあ、投手は余裕で取れず、ゴールデングラブはここは取れないのか。遊撃手源田ですね、受賞できず。投手もまた、あと最後個人タイトルで見ていくと、MVP は山川ですね。ほんで打撃タイトルに僕の選手の名前もなく、またその投手のタイトルにも僕の選手の名前はありませんね。なんかボルシンガーが山目ですね。沢村賞も受賞してますから。はあ、このパターンは初めてです。ちょっとボルシンガーの成績が気になるぞ。助っ人外国人で沢村賞受賞ってなったら、あの2016年のジョンソン以来でね、まあ、歴史振り返ってもあまりないんですけどね。ボルシンガーが新たな歴史を残したぞ。どんな成績？お、まあ、防御率は 2.56、まあ、悪くはないですよね。で207イニングを投げての19勝6敗と多く勝っている。ロッテでこれだけ勝つってすごいよ。他のとこだったらもっと勝ってたんじゃないかな。で、まあ、その他内容面で見ていくと、まあ沢村賞の項目は全部クリアしてるって感じでしょうかね。ということもありですね、ボルシンガーが沢村賞に輝くという非常に、珍しい現場を見ましたね。これは2018年ここまで対決サクサクセスやってきましたが初のパターンです。まあ、だから何なのっていうね。ボルシンガーがそれを取ったところで俺の選手の成績がひどいことには変わりないし、もう帳消しできませんからね。いや正直予想外ですよ、投手野手含めてね。なんでこんな成績になったのか。まあ、それはやっぱ足りない部分があったからでしょうね。投手で言えばやっぱ何度も言いますが球速の部分ですよね。で野手で言えばやっぱその打つミートの部分ですね。それがあれば打率もあってもう少し本塁打も伸びてたかもしれない。また特殊能力もあれば違ってたんですけどね。博士の手術は成功して強くなったかに思えたんですけども、足りない部分が多すぎて残した成績しょぼすぎる。楽天の順位もこんな感じで終わるし、これでいいとは言えないよね。今回の対決これでいいなんて言われる対決サクサクセスではないんです。非常に残念です。もう若干諦め気味で反省会も開いておりますけども、まだ勝負は決まってないからね。続けて吉田康生&ネオアキラペアをペナントで回していきたいと思います。よい、まあ、能力の高さからね、前回もすごい成績を残してきて負けたわけなんですけど、どうなんでしょうかね。今回はまたすごい成績を残してくるのか、それとも僕の選手のように能力の割に割れみたいな成績になるのか、どう転ぶかは分かりません。とりあえず今年最後の対決サクサクセス、果たしてこの2人がどういう成績を出してくるのか、優しく見守っていきましょう。吉田康生&ネオアキラペア、1年のシーズン開幕じゃい。これからの球界を背負うであろう吉田&ネオペアの1年のシーズンが終了しました。まあ、楽天に加わったことによってですね、果たして楽天の順位にどのような変化があるのか、まずはそこを見ていきましょう。順位表オープン、ダダダン。わーお、上がりまくり。リーグ2位88勝54敗、勝率6割2分というね、別のチームになってますよね。さっきまで僕がペナント回してたチームでもないし、事前に回したチームでもありませんよね。ロゴとか、そのチームカラーとか全部同じやけど、中身全部入れ替わってるパターンですよね。上がりすぎでしょ！あの二人が加わるだけでここまで上がんの？どんな力あんねんっていうね。初戦はやっぱ二人だよ。できることなんて限られてるのにもかかわらず、まあ、あの2人が加わったこともこうなったっていうのは、やっぱネオと吉田どちらも主人公であり、それだけの力があったからなんでしょうかね。まあ、その中での個人成績をチェックしていくとどうなんだ。まずは吉田の成績からね。オープン、ダダダン。
あー、さすが、これだけの能力抱えておるからね、防御率は 2.24 でチームトップ。まあ、こんなもんでしょう。あれだけの吉田くんですから、イケメンであり、野球能力もあり、僕の持ってない全部持ってる吉田くんですから、まあこんなもんでしょう。としか言えません。はい。投球回225イニングを投げてのこの防御率、かつ19勝6敗で勝率は7割6分。げつないっすね。沢村賞も受賞できるんちゃうかな、これ。登板は29試合で完封後完投12、完投数がやばい、これ壊れんぞ。 QS24 で率は 82%、 HQS18 で率は 62%、 とまあ内容面もパーフェクトですね。奪三振193個で三振率は 7.71、 あ、これ意外ですね。もっと取ってくるかなって思ったんですけども、まあ特別高いという三振率はないですけど、まあ低くもないですけどね、予想外ってだけです。フォアボール48個で四死球率は 2.16、 あのコントロールが悪いってとこが唯一の弱点でもあるのにもかかわらず、コントロール S の100の僕の選手以上の四死球率ってどういうことっすか。勝てる部分もう何一つもないじゃないですか、この時点でよ。基本塁打も全然浴びてないですね。被安打も同じく、得点圏でも打たれない、タイピッチに強いっすね。でウィップは1ちょうどで、このような内容になりました。まあその結果という部分、内容面という部分で見てもですね、めちゃくちゃいい成績ですので、これだけのエースが楽天に加わったのであれば、そらチームの順位にもこのような変化が生まれるっていうのは納得ですね。僕の選手もこのような成績を残してたらチームの順位もちょっとは違っていたでしょうね。さあ続けてネオくんですね。ネオアキラくんはどうなのか、成績オープン、ダダダダダン。あら、3割打ってきてないですね。2割8分4厘、あ、これは意外です。サマリア打ってくるのが当然なバッターだと思ってたし、前回も確か打ってきたはずですからね。まあ、2割8分4厘と低くはないですけども、まあでもちょっとこれは予想外ですね。で141試合に出場して536打数の152安打、2塁打33本、3塁打は0で本塁打何本、29本か。打ってきても20弱くらいかなと思ってたんですけど、これだともうあと1本打てば30ですからね。だいたい30本打てばホームランバッターって言われているわけですから、これあれだね、ネオアキラホームランバージョンの、ホームランタイプのネオアキラということになりますね。いろんなバージョン持ってるわ、打率タイプ、アベレージタイプだったりね、これだったり、また投手もできるという魅力もあるしね。やばいだろう、29は予想外ですね。塁打数は272で打点94打点、得点圏も強く3割0分4厘と、どこかの選手とは大きな違いだね。得点93、三振77個、フォアボールは84個とかなり選んでいる。盗塁は21個で成功率も7割5分ですからね、素晴らしいじゃないか。で出塁率で見ていくと3割8分2厘、長打率5割0分7厘で OPS は8割8分9厘と、お見事でございます。素晴らしいとしか言いようがない、こんな遊撃士とあんなエースがいるんやからね。はい、納得です。疑問に思ってた節もありました。なんで楽天はこれだけ順位が上がったんだろうと、これ何か他の選手が活躍したからじゃないかなと思ったんですけど、違いますね、この2選手がいるからだよ。吉田ネオの年間表彰式です。いや、楽しい年間表彰式になるでしょうね。たくさん名前が出てくると思うんで、まずはベストナインからですね。どうだ。はい、まずは吉田受賞、そして遊撃手でネオが受賞。まあ、さっきから言ってますけど、源田がいて今宮がいるポジションですからね、結構激戦区なんですけど、まあ取るのはやはりネオに力があるからですよ。ただ僕の選手が取れたのは完全に運ですけどね、こっちの場合は実力で取ってるって感じっす。そしてゴールデングラブは、あら、これはどちらも取れずですね、どっちも取ってもおかしくないんですが、まあライバルが手強かったっていうのもあるんでしょう。最後個人タイトルで見ていくと、シーズン MVP は菊池、沢村賞は吉田輝星。わおわおわお。そしてそれ以外に見ていくと、あら、ネオくんの名前は、まああの成績ですからないわな。で、吉田はですね、最多勝に最優秀防御率を受賞してますからね。いや、これが外れドライチですからね。なんでこれみんな取りに行かんかった、ネオよりこっちでしょ、イケメンなんだからね。いや、日ハムに入ったことによって、また日ハム人気が高まりそうで、またこの選手が加わることで日ハムも強くなりそうですね。これを取った日ハムがただただ羨ましいっすわ。
これで2ペアのシーズンが終了しましたので、今年最後の対決サクサクセスの勝敗を今から決めていきましょう。まずは個人成績からですね。僕の投手と吉田の成績を比較するとこんな感じ。勝っている指標が青色、負けている部分が赤色です。赤しかなくない。僕の選手が吉田に勝っているのは登板試合機会のみですね。それが1試合多いだけ。それ以外の部分で見ていくと全てにおいて負けてます。比較するまでもないですね。どっちの方のが優れているか、どっちの方がいいのかって言われたら、もうこれは完全に吉田構成ということになるでしょう。次は野手の僕の選手と根尾昂、比較するとですね、これまた負けてる部分が多いでしょう。勝ってるのが、だからこれも試合数なんですよね。相手よりちょっと出場試合数が多いだけ、こっちの場合。で、まあ三塁打が4本と、まあその部分では明確に勝ってると言えるでしょう。あと守備もそうですね。守備率だけ見るのであれば、根尾くん以上にエラーしてないので、率はこっちの方が高い。まあですからといって守備がね、こっちの方がいいのかって言われたらまたちょっと違いますけど、まあそこの部分では勝ってます。ただそれ以外の部分では全敗ですね。打率、二塁打、本塁打、塁打数に打点に得点圏、チャンスに強い弱いの違いもこれだけ空いてますからね。せめて僕の選手がチャンスに強かったらちょっとは議論になったでしょう。これだけ空けられてる上にチャンスに弱いんだからね。これまたどっちが上か下かっていうのは明白にもう後の数字を確認しなくても出てると思いますので、もうこれまた根尾昂ということになるでしょうね。最後はチームの部分で比較するとですね、個人の部分でこれだけの差があるので、当然チームの差もこれだけ生まれるわけですよね。リーグ5位とリーグ2位ですから、勝率にも違いがある。どちらの方がいる時の方が楽天が強いかっていうのは明確に、答えがもう一つはっきりとくっきりときっぱりと出てると思いますので、これ以上は打足、議論は終了。今から結果発表といきましょう。今年最後の対決サクサクセス実況83回目、夏の甲子園を盛り上げた吉田輝星&根尾昂に挑んでみた結果、みんなが知ってる、みんなが分かってる、最後もハイボーク、オーマイガー、最後まで負け続けで終わってしまった。シリーズ8連敗を抱えて来年迎えることが残念ながら決定しましたね。まあ何度も言います、個人の部分チームの部分にこれだけ差が空いているのであればですね、この対決サクサクセスシリーズでは最も答えが出やすいわけですから、今年最後の対決サクサクセスで最も答えが出やすい対決をしてしまったことを本当に視聴者の皆様に申し訳ないと思います。これで今年最後の対決サクサクセスは終了ということになります。シリーズ通算の成績で見ていくとこのようになってます。負け越し39勝46敗、勝率は4割5分9厘ということで、多くの選手に挑んで多くの戦いをしてみましたが、残念ながら負け越しで終わっているというわけだ。いや、とある時期まで勝率5割以上あって、貯金もね5個くらい作れた時期があったんですけどね。ただやっぱなんか連敗が始まりですね、これ結局シリーズ8連敗を抱えて来年を迎えるということになりましたので、まあトータル的に見てもこのような負け越しで終わってるということでございますね。まあ非常に残念ではありますけども、まあでも、まあ楽しくプレイできたので、その点に関しては良かったかななんて思ってますけどね。今年の2018年の対決サクサクセスが、まあ一旦ここで終了するだけでですね、当然来年以降もですね、たくさんの対決をして動画を投稿していくつもりでございます。お正月もね、投稿する予定になりますので、2018年楽しんで見てくださった方は、来年も楽しんで見てくださると嬉しいです。来年2019年はですね、まあ今年以上の選手を作り、そして今年以上の勝率を上げれるように頑張りますのでね。じゃあここまでご視聴いただきありがとうございました。来年また会おう。グググッバイ。